回に引き続き長澤選手と日野選手に伺います。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回長澤選手に行った一問一答のガンガンクエスチョン、その答えはこちら。今週も気になるところをガンガン深掘りしちゃいます。サッカーを始めたのは小学3年生、はい、ということですけれども、どんなきっかけだったんですか？サッカーはもともとその、まあ、遊び程度にやってたんですけど、その親が地元の近くのチームのなんかこうセレクションがあるよっていうのを言ってくれて、やってみたらって言って受けて受かったんで、そこから真剣にやり始めました。その時から素質が、いやーその時はめちゃくちゃでかくてフォワードやってました。今186cmじゃないですか、はい、です、はい、当時小学3年生で何センチだったんですか？どうですかね、100、うん、140ってでかい、100でかいぐらいです多分。じゃあもうそれこそタファに任せときゃ間違いないぞみたいな存在だったんですか？いや意外とシュート下手くそでそこまあでも数打ってなんとかしてました、はい、多分、はい、質より量。そうですそこからまあ、フォワードから始まって、はい、いつ頃このディフェンスラインに、中1で怪我してポジションなくなっちゃって、うん、でいろんなポジションやってみて、で後ろがなんか意外と良くて、で中3ぐらいからですか、ね、後ろ、まあ、右サイドバックやるようになりました。いつ頃こうプロっていうのは意識されたんですか？いやでもサッカー始めるからにやっぱプロサッカー選手になりたいっていうのはずっとあったんで、でもやっぱ身近に感じるようになったのは大学入ってからですかね。特にこうサガン鳥栖っていうチームを意識された瞬間っていうのは何かあったんですか？高校3年生の時に自分が大学進学決まって、はい、大学4年間やっぱ目的がしっかりしてないとやりきれない、やっぱいろんな誘惑もあるって聞いてたんで、でそれで自分行きたいチームをリサーチっていうかこう探してて、そしたらその時サガン鳥栖の育成も良くて、で海外に羽ばたいていく選手が多いなっていう印象がその調べててあったんで、それこそ多分ブーチとかはユースの試合自分見に行ってすげーって思って、はい、でその時からサガン鳥栖は意識してました。実際にサガン鳥栖の選手になれました、はい、すごくいやめちゃくちゃ嬉しいですね、はい、特に最初話もらった時はもう本当に嬉しくてすぐ親に連絡して、はい、でもすぐ決めたいって言って決めました、はい、今こう特に取り組んでいることって何かありますか？はい、いや、やっぱ自分はいろんなポジションをこう やってって頼まれた時にできる選手がいい選手だと思うんで、そこはどのポジションやることになっても自分のパフォーマンスは出したいと思って出そうと思って、そこは意識してやってます。その点から言うとサガン鳥栖だと福田選手はまさにスーパー。いや本当スーパーですね、あの人はもうどこでもできるじゃないですか、あの人、うん、天才だと思いますこの後笑いが止まらない、ゲームと一緒の格好して出す本物がサッカー選手ならではのサッカーゲームの楽しみ方とは。エンジョイフットボールは前回に引き続き特別編、フューチャーフットボールと題しまして、サガン鳥栖 U18 をご紹介します。将来トップチームで活躍できる選手を育成するサガン鳥栖の下部組織 U18、 今回は所属する選手たちにいろいろと伺ってきました。森本セナでポジションはミッドフィルダーをやっています。自分はちっちゃい頃から技術を磨いてきたので止める蹴るの部分は得意としています。サガン鳥栖 U18 は全寮制、寝食を共にするチームメイトの存在は、ピッチではいろいろ言い合う部分もたくさんあるんですけど、寮だとやっぱ家族なんでしたいこととかなんとなくは分かります。またサガン鳥栖 U18 は高校年代最高峰のプレミアリーグに参加しています。一昨年プレミアリーグを優勝して、去年残留争いをして、そこを比較した時にやっぱ監督もおっしゃってると思うんですけど、この力の部分で相手を剥がすだったり自分で一人でボールを奪う力が足りてなかったんで、今年は突き詰めてやっていけたらもっといいチームになれると思います。もちろんプロになって自分のプレーで
夢や希望を与えられるようなサッカー選手になりたいなと思ってます。山崎春樹です。ポジションはフォワードです。サガン鳥栖はスクールとか合わせたら10年最年長です。愛着は多分一番強いです。サガン鳥栖のトップチームに上がって活躍することです。池松哲平です。ポジションはボランチをやってます。得意なプレーはヘディングの強さと両足蹴れるロングボールのパスが得意です。まあ、プロに上がった選手はやっぱりピッチ内でもピッチ外でもいろんなところでやっぱ先頭に立ってしっかりお手本となってやってきてくれて、そういうところがプロになる人となれない人の差かなと思います。6年目になるんで本当にこのチームでトップチームに上がれたらそれが一番かなと思ってます。そんな未来への希望あふれるサガン鳥栖 U18 が参加する2024年のプレミアリーグが4月6日開幕します。第2節は佐賀市健康運動センターでの試合です。もちろん応援大歓迎。 U18 の試合もぜひチェックしてみてください。ここからはゲンゲントーク後半戦。さあ、そして趣味がサッカー。はい、サッカーですね。基本やっぱゲームもサッカーしますし、まあ、寮でそれこそ翔太とかとサッカーの話しますし、まあ、J リーグの試合見てこここうだよねって話しながら見るのも結構楽しいよね。楽しいっす。あ、よかったっす。俺だけかと思ったっす。最近ゲーム楽しいっす。ゲーム白熱します。どっちが強いんですか？俺です。俺ですマジで俺です。マジで俺や。やめろ。マジで俺です。ガチで俺です。最近面白いのはその、はい、自分たちがこう J リーグ入ったことによってそのゲームに自分たちが登録されてて。そうですよ。その選手を使ってる。それはあ、自分を使って自分を使ってます。超おもろいっす。え、日野選手は自分は？あ、俺も佐々木に取ってもらって使いました、はい、俺も。ちなみに翔太はめっちゃ弱い。多分最近強いっす。ね、うん、最近強いよね。いや、面白かったのが、はい、やってて、うん、で、オッサイになったんですよ、タハ君が、はい、ゲームと一緒の格好してたっす、本物が。リアクションね。リアクションが。リアクションね。そこまで多分リサーチしてる。そこめっちゃおもろかった。すごい。いや、あの J リーガーの皆さん、自分をこうあの選出して使うのかなって気になってたんですけど、はい、ここで謎が解けました。いや、そうっす。あ、使うんですね。あ、そうです。いや、ちょっと出たのが嬉しくて、はい、マジで強い最近。強い、うん、試合重ねくごとに、はい、良くなってる。どんどん良くなってきて、はい、クロスクロスの精度いいよね。クロス前、自分のクロスをクリスチャーノ・ロナウドが決めるみたいな、はい、で絶対ありえないですけど、あのこう結構いいアシストしたらこの足乗っけてこう決めた人がこう磨くみたいなのあるじゃないですか。俺がこのクリスチャーノ・ロナウド選手のこの膝にこう足乗っけてるんですよ。ハーランドのグレネッツみたいな。考えられないような、はい、してて。あ、夢ありますよね。そうです、はい。その時にはやっぱり飲み物も欠かせませんけど、飲み物出してくださるんでしょ。昨日コーヒーが。がめちゃくちゃうまいっす。コーヒー入れてくれるんですよ。前々回の放送で最近の趣味がコーヒーだと語った日野選手。来たらいつでも入れます。昨日だって入れてくれたやつ一緒に飲んでましたね。1個のコップで。え、1個のコップで、はい、嘘ですよ。いや、それは理由がある。いや、コップが俺のしかなくて、アタフ君あげるよって俺言ったんですけど、横で一緒に見せたんで、まあ、一緒に飲もうみたいなって。あ、J リーグ見ながら、うまいねみたいな。譲り合って、やっぱ違うねみたいな。はい、じゃあそのうちあの柴田ファリ選手が自分でマグカップを置きます。そうですね。はい、買って持ってくるんで、ね、そしたらもう入れてあげます。ありがとうございます。はい、さあ、そして最後に今シーズンの意気込みは、サガン鳥栖がタイトルを取ることを目標に力になるように頑張る、はい、ということでした。はい、今はメンバー入れてないですけど、まあ、メンバー入ってても入ってなくてもやっぱチームのために。行動できるような選手になりたいです、はい、次回もご登場いただくんですけれども、はいはい、次はまたどなたか選手をご指名いただきたいんですが、はい、どなたにお願いしますか？和田くん指名しようかなと思ってますけど、怒られると思うんですけど、和田くんは呼びたいと思います、
はい、ってことも同部屋だったということで、だいぶ距離も縮まったんでいろんな話ができたらなって思います。次回、長澤選手と原田選手のゲンゲントーク、お楽しみに。キックオフインフォメーション。 J リーグのタイトルパートナーを務める明治安田生命はブランド通称を1月から明治安田へと変更しました。サガン鳥栖が戦う J リーグのタイトルも今シーズンから明治安田 J リーグに変更されています。新たなブランド通称明治安田には従来の生命保険会社としての役割を超えて健康寿命の延伸と地方創生の推進に向けた新たな役割を発揮していくことへの決意が込められています。また生命保険会社の役割を超える象徴として新たな企業タレントに日本のサッカー界を牽引してきたパイオニア三浦知良選手が就任すること、全国の子どもたちへサッカーボール 1.1 万個を送ることなどが発表されました。最後にサガン鳥栖ホームゲーム情報。4月3日は昨シーズン J1 王者ヴィッセル神戸との一戦、みんなで応援しよう。